エルンスト・フリードリヒ・クリストフ・フリッツ・ザ・ウケルはドイツの政治家。ナチス党政権下のドイツで労働力配置総監及び大勘区指導者を務めた。1894年にバイエルン王国のハースフルトにて郵便局員の息子として生まれる。15歳の時、家計を支えるため学校を中退し、ノルウェースウェーデン観光路の船員となり、世界中を旅した。その後、 第一次世界大戦では従軍し、フランス軍の捕虜となった。戦後の1921年、ナチスに入党。工場労働者として働く傍ら、党活動に実直に打ち込んだ功績が認められ、幹部として出世の道を歩むようになる。1927年には中輪元を砕く指導者。1932年には中輪元州首相を歴任し、 1933年には、同州国家代理官に就任。1934年には、新英大名誉中将。1937年には、突撃大名誉大将。1942年には、新英大大将の称号を与えられている。ザウケルの労働力配置相関就任に関する、相当命令を掲載した、官報1942年3月21日。 マルティン・ボルマンの助言により、労働力配置総監に就任し、軍事大臣、アルベルト・シュペイヤの軍事工場における労働力確保の要求に応じ、3年にわたり、ザウケルとその仲間は、ヨーロッパの占領地区から、総数500万から700万人の労働者となり得るものを強制連行した。戦後、ザウケルは逮捕され、ニュルンベルク裁判において、 本人は強制収容所の存在の不認知や関わりを否定したが、住民とユダヤ人の強制連行の罪で有罪が認められ、1946年10月1日に公死刑の判決を受けた。死刑を予想していなかったザオケルは激しく動揺し、同じく死刑判決を受けたアルトゥル、ザイス水イコールインクバルトが、逃同士ザオケル、と呼んで励まさなければならないほどだった。 1946年10月16日死刑判決を受けた被告人たちの中では8番目に刑が執行された。最後の言葉は私は無実のうちに死ぬ。死刑は不当だ。神よドイツを守りまえだった。自殺したゲーリングを含めてザオケルラ11人の遺体はアメリカ軍のカメラマンによって撮影された。撮影後、木箱に入れられ、 アメリカ軍のトラックでミュンヘン郊外の墓地の火葬場へ運ばれ、そこで焼かれた。遺体はイーザル側の支流コンベンツ側に流された。ちなみに、ニュルンベルク刑務所付け心理分析官であったグスタフ・ギルバート大尉が海底前に被告人全員に対して行ったベックスラー・ベルビュー成人知能検査によると、ザウケルの知能指数は118で、全被告中では、 ユリウス・シュトライヒャー、エルンスト・カルテンブルンナーに次いで3番目に低かった遺体の画像があります。表示を押すと表示されます。軽視後のザウケルの遺体パリ訪問時。ありがとうございます。